さあ始まりました2200年 TV! どうもー監督、今日は一体何をやるんですか？虫か、もう。何緊張しちゃってんだ。来ましたよ、また冷蔵タイプです。そういうことね。そう、今回は2200年 TV 恒例企画ネタバラ企画第9弾だ。今回はこんなものを用意したぜ。なんだこれ。何これ。これはイソギンチャクの一種、巷では若者の尻の穴とも呼ばれてるぜ。尻の穴。イソギンチャクなんだ。何尻の穴ってこれ。あ、ここ、こうキュッと閉まってる感じ。下ネタ好きだね、いつもね。大好きだね。僕初めてイソギンチャク食べますけれども、ちょっとじゃあどういう調理方法していいかわかんないですけど、ちょっとやってみましょうかね。早速いきましょう。じゃあさあ、それでは早速やっていきましょう。今日味噌汁にちょっとしてみようかなって思います。なんと今回はイソギンチャクを使った味噌汁を作る模様。一体どんな味噌汁になるのだろう。どーん、すげえ臭っ。ザリガニとかの匂いする。これ硬いよね、先っちょ。すごい、キュッとしまった。べちょべちょしてる。こんなね、若者のケツの穴が集まることないですからね、こんなに。まずはヌメヌメしている大量の尻の穴を塩で揉みしだき、ぬめりを取る。そして鍋に入れ、備え付けのスープの素を入れ煮込み、適度な大きさの豆腐と味噌を溶かして刻んだネギをかけたら完成でーす。というわけで、尻の穴でいっぱいの味噌汁がこちら。問題の味は大丈夫か。それではいただきます。もう早速いこうか。これからね、タコの赤ちゃんみたいな感じで。いただきます。お、表面がプチっていって弾ける。サザエに似てる。味は、食感面白い。これ、これ緩いっすね。なんかちょっとあれかな、中年に入りかけてた鉄の穴だったのかもしれない、ね、まあちょっと癖あるかもしれないですけど、海鮮好きな人は多分、まあ貝とかね、好きな人はハマるんじゃないですか。若者の尻の穴、ぜひ皆さんもよかったら召し上がってみてはいかがでしょうか。それではまた次回の2200年 TV でお会いしましょう。さよなら。今回の動画はどうだったかな。他にもおすすめ動画があるから、チャンネル登録して見てくれよな。 Twitter、Facebook では最新情報も配信してるから見逃すなよ。